岩間テラス宮崎キャプテンの高校1年生木村由紀です。まずはコロナ禍の中このような大会を開催していただきありがとうございます。私たちは中学1年生から高校1年生で活動しており、とても明るく全員が仲の良いチームです。私たちにとってはこの大会が初の全国大会となり、緊張や不安はありますが、日頃からサポートしてくださる皆様への恩返しの意味を込めて、チーム一丸となって全力を出し切れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。